こんにちは。こんばんは。元カリアゆうかです。今はおにぎり屋さんに来ています。ここはどこでしょう。おにぎり屋さんでしょ。いいの？ユイカクイズ。スタバ。ヒント熱い。ヒント飛行機乗る。ヒント私にちょっとゆかりある。正解は奄美大島です。ドゥドゥ。きっとこれふふって笑いが入ってる。かわいいかわいい。うん、いいね。そう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 、いいね。ゆいかのラジオ。写真集を撮ります。イエイイエイ。私今回一番これ楽しみして奄美3日間の中のメインイベント。ありがとうございます。いや天気すごいな。どれをやるんですか。うん、気持ちいい。いい顔、いい顔してる。これがダンス機なんだって。先生入りました。入った。そしたらそこから出さないよ。出さないの。出さないね。水面の中で手探りで全体的にゆっくり揉み込むんです。なるほど。空気に触れないのが大事なんですね。そうです。わー、おー、かわいい。いいねー。あと2杯。あと2杯。ヤッホー YouTube です。ヤッホー初めて。ヤッホー YouTube。 本当の職人さんのようになっていると噂になっています。めちゃくちゃ楽しい。幸せ。 I'm happy。 最高。はない。うん、はまってる感じ。ただ抜くときに足取られるんで気をつけて、はい、そうですね。はい、下に泥沈殿してるじゃないですか。はい、それを足で攪拌する。あれです。下にあるやつをそう掻き上げて絶対つけてくる。幸せだよ。幸せだよ。大好きだよこういうの。おー、 おー、すごい。うわー、すごい。感動。これをね、あのね、乾かして色がどんどん抜けていかないようにして私の家にやってきます。イエーイ。ということで染め体験終わりだよ。バイバイ。ランチです。ケイハン食べます。どうですか、飯押し1時間半してますけど。余裕。スーパーのおにぎり食べたから。食べたから美味しい。ケイハンランチが来ました。ご飯とだし食べ放題。めっちゃ美味しそうなんやけど。ちょっと私の手元取れてます。手元をさ優先すると頭切れちゃうし。いや、いいの。これはもうここだけは今手元の時間ですよ。今は手元よって。こうやって乗せましたら、出汁を入れましょう。いい匂い。あれって最初からかけちゃうの？そうだよ、鶏飯ってそういうものだよ。私かけない。いいけどね、別にいいけど、いいけど。あー、おいしい。めっちゃおいしい。はい、YouTube？ YouTube です。え、更新はどのくらいしてるの？もうやめたみたいに。やめた。やってなかったんで。やめた。忙しくなると やれなくなっちゃうんですけど。やめてない。ごちそうさまでした。あ、これ開けるとこ気を取っとく。家族も必要かもしれないから。もう湯気も取るんだよ。今寝るとこなんだから。寝ていいよ。
静かにしてって邪魔しないで喋ってないんだけど、やめろ、みんなが働いてんのに俺だけ寝てるみたいな。どうぞラバジュース、ラバジュースね、かわいい、かわいい、で、口元から外しの外見、そう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 、おお、大丈夫か、大丈夫か。空が綺麗。嬉しいね。初日最後です、お願いします。頑張ります。綺麗綺麗、あー綺麗、うん綺麗、あー綺麗だ。お疲れ様でした。疲れた。ご飯です、楽しかったです。おやすみなさい。1時です。すぐ寝る。おお。こういったら顔からいくから。ああそう。体柔らかい。医学やってみるけどね。大変ですよ。大変大変。素敵素敵。さあ、そのね。いいじゃん。そう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 、いいね。はい。おー、いいでしょ。すごい。これは使おう。どれ？良いと思います。うん、素晴らしいです。うん、お疲れ様です。あと4着です。はい。お腹すきました。フレンチトースト回ってくる。あれ、しゃけおにぎり食べなかったじゃん。頑張ってた。なんで？はい、すぐお昼だから。じゃあ、頑張れ。やめて、結局食べましたみたいな動画にしないで。家でも食べてる。あーいいね、そうすごい綺麗。あー素敵素敵、すごいバランス感覚。バランスいいね、すごい。あーすごい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 。1、2、3、1、2、3。あ、綺麗。午前おしまいです。はい、おしまい。ご飯だー。ありがとうございます。ドンビー出ます。あ、いいね、山フラッピキよ。はい、1、2、3、よいしょー。あー、いいね。あー、素晴らしい。一番綺麗だったかも。綺麗です。あー、いいじゃない。ねー、あー、かわいい。おー、いいね。すみません、お水ください。まあ、整うまでこっちの草の外に行った方がいいかも。なんでそんな変な顔したの。かゆい人の顔してみて。やめて、ダメだよ、まだ一回もできない。やめてよ、やめてよ、ちょっとどうしてよ。お子さん、すごい、いや、ここ頑張る。チクチクするでしょうに。大丈夫、大丈夫。あ、いいじゃん、すげえ、すごくいい。でも、すごいよ。あ、めっちゃ綺麗。綺麗だよね。すごい、よかった。二日目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。何か言うことありますか？みんな天才。確かに。みんな最高。2日目はリーナがちょっとゲボしそうになってた。やめて。あとは楽しかった。どうでしたか？大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんだよ、面白い人受けます。どうでしたか？
最高適当頑張りましたね、リーナさん今日来る迷いにやられましたです、ね、やめてよやめてじゃあ一緒に撮ろうやっほーいじめだよ明日も頑張りますどんな気持ちですか何をイメージしたら一番いいかなと思って探してる気持ち演技と一緒切ないのがいい切ない感じがいいねじゃあいい切ない話してるの切なさが消えたでしょ今気分作ってるんですよおー綺麗いいじゃん素敵よりいいなぁ。これかわいい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張りました。よくもすごいすごい。お疲れ様でした。大変いい撮影でございました。リーナどこが一番好きですか？水色のスケスケか。あー、下げたあれよかったですね。スポンポンじゃないからポンポンみたいな時やめてくださいお腹すきましたお豆腐屋さんに来ましたお腹すきました入りますスーチュドー12番ふっかけですご飯にどうぞはいあらちょっと先に入りますおめでとうすごいっすねすごいじゃん思った以上に湯葉ばばばばだね初めて食べるより湯葉ご飯出てないうまいめちゃくちゃうまいおいしいんだめちゃくちゃおいしい湯葉ってこんなおいしいんだ豆腐のさ、豆っぽささがあんまなくてさっぱりしてすごくおいしいお、リーナちゃんも来たじゃない。じゃーん、豆腐屋定食。あ、そうだよ。みんな頼んでたからこれにしたけど、すごいボリューム。いいじゃん。すごい。中山先生的には、ここだなっていうお気に入り場所、シチュエーション。あ、でもランジェリーももちろんそうですけど、やっぱ初めの藍染めのところは好きかもしれない。個人的にああいう、ちょっとああいう、なんていうの職人的なああいうちょっと汚いところに、やっぱ綺麗な女性がいるってシチュエーションがやっぱ好きで。へぇー。もちろん綺麗、綺麗はいいんですけど。美味しかった。見て、完食。じゃじゃん。いやね、写真集は最高だよ。マジで楽しかった。超面白かった。写真だけどね、やってることはね、女優と一緒だしね。でもね、女優と違うところはね、自分でプロデュースするってところね。自分はどう見せたいか、どのシチュエーションどういうことをっていうのが、写真集だったら、ブワーッ、ドーン、ジェリーン、ドーンってできるからね。なんでそんな弾くの入んないんだもん動くからそんなに動いてないでしょだからそれがすごい大満足ですお手元に届いたらぜひこの動画と一緒に見てって思ってくださいねバイバイキーンまったねー